よ。いやでもロミオとジュリエットっていうのはやっぱりこういう感じになっちゃうよ。役の上やってた。もうやこれは役で。そういうものなんですか。そうなの？いや本当このカンパニーすっごい仲いいんですよ皆さん。一昨日もすごい30人ぐらいでキャストでご飯食べに行って。こんだけ仲いいカンパニーも珍しいんじゃないかっていうぐらいすごい仲いいですね。そうなんですか。まあ、でもやっぱ役作りもうまくいってるってことですね。そうですね。つまりはこういうことは、はい、楽しんでおります。どうですか、こうでもセリフ回しとかいろいろと結構出てくるじゃないですか。ロミオとジュリエットとなりますと、すごい恥ずかしい。なんか舞台を英語で見ると恥ずかしいですね。セリフってやっぱり難解なんですか。いや結構やっぱりセリフの量も多いですし、普段使わない言葉ですし、なんか覚えるのがすごく難しかったというか、気持ちを乗せるのが、感情を入れるのがすごくやっぱ難しいなと思って、はい、ついついこうロミオとジュリエットの雰囲気のままプライベートも。そんなことないでしょ。何言ってるの。いやでもちょっとありますね。いやあのロマンチックな言葉が抵抗なくなったというか、プライベートでもなんか今日月が綺麗だねみたいな、なんかわかんないですけど自然と出ちゃうんですね。それも出ちゃうみたいな。やっぱ入って